テオドール・アドルノ、テオドール・ルート・ビヒ・アドルノ・ビー・ゼングルンと、テイ・アドー、ルート・ビヒ・アドルノ・ビー・ゼングレンド、1903年9月11日から1969年8月6日は、ドイツの哲学者、社会学者、音楽評論家、作曲家。マックス・ホルクハイマー、次世代のユルゲン・ハーバーマスらと共に、フランクフルト学派を代表する思想家。 ナチスに協力した一般人の心理的傾向を研究し、権威主義的パーソナリティについて解明した。権威主義的態度を測定するためのファシズムスケールの開発者であり、20世紀における社会、心理学研究の代表的人物である。その一方をアドるのが、ナチス機関誌に発表した批評がナチスへの協力だとして問題視されている。作曲家としても作品を残し、 アルバンベルクに支持した。アルノルト・シェーエンベルクをはじめとした新ウィーン学派を称賛する一方、イーゴリ・ストラビンスキーやパウル・ヒン・デ・ミットナの新古典主義的傾向を持つ音楽や、ジャン・シベリウス、リヒャルト・ストラウス、ヨーゼフ・マルクスといった20世紀において高機ロマン主義のスタイルを取り続ける作曲家には否定的でった。また、一貫してジャズやポピュラー音楽には、 批判的な態度を取り続けた。なお、トータルセリエリズムの最初期の作品で歩かれる、フイベルズの2台のピアノのためのソナタについては、曲の形がはっきりしないと評した。ヘッセン州フランクフルトアムマインで、ワイン商人の父オスカー・アレクサンダー・ビーセングルンと、オスカー・アレクサンダー・ビーゼングレンドと、歌手の母、マリア・バルバラ・カルベリアドルノ、マリア・バーバラ・カルベリアドルノの間に生まれる。 一人っ子であった。父オスカーはもともとユダヤ系であったが、カトリックのマリア・バルバラと結婚する前に、プロテスタントに改修している。アドルノは、学業成績も、極めて優秀であり、ギムナジウムを2年ゾビ級で卒業した上にアビツーアに、主席で合格した。フランクフルト大学に入学して、哲学、音楽、心理学、社会学を学んだ。アドルノは、 大学時代から音楽批評を多く発表していたが、目指していたのは作曲家であった。1924年に大学を卒業すると、本格的に作曲を学ぶためアルバンベルクを頼って、ウィーンに移るが、肩入れしていたシェーンベルクらの音楽が世間で不評であったことに、落胆し、再び音楽批評の活動に戻った後、1926年にウィーンを去った。 その後フランクフルトに戻り、ついでベルリンに滞在するが、ナチスの勢力慎重に伴い、ユダヤ系の出自であるアドルノは1934年にイギリスへ、さらに1938年にアメリカに渡る。この頃から、テオドール・ W ・アドルノという名前表記を用いるようになった。第二次世界大戦後の1949年、フランクフルト大学の社会研究所、 が、再スタートを切った際に帰国、ホルクハイマーと共に、この研究所の所長に就任し、亡くなるまで、ここに席を置いた。ヨアヒム・カイザーや、ハインツ・クラウス・メツガーは、彼の教え子にあたる。夏のダルム・シュタット化期限代音楽講習会では、シュトックハウゼン、ブーレイズ、ノーノラノセリエール音楽の理論的指導者として、大きな教育的功績を与え続けた。 1928年から1931年にかけて、ウィーンの前衛音楽師、アンブルフフの編集長を務める。1969年8月6日、妻と共に休暇で訪れたスイスフィスプで、心筋拘束を起こし、当地にて死去。65歳であった。1933年、ナチスがアメリカ国人のジャズを禁止すると、アドルノは、 ジャズは愚かであって救済すべきものは何もなく、ジャズの禁止によって、北方人種への黒人種の音楽影響は除去されない、文化ボルシェビズムも除去されはしない。除去されるのは、一かけらの悪しき芸術品であると、当時ナッスが頻繁に使用していた、除去、人種、文化ボルシェビズムといった言葉を使いして批評した。1934年にアドルノは、 ナチ全国青年指導部の広報誌月刊ムジーク1934年6月号に論評を発表し、ヘルベルト・ミュンツェル作曲のチクルス、被迫会社のハタリ・ホンナでア・バーフォージ店員を褒めた。この曲は、ヒトラー・ユーゲンと全国指導者、バルドゥール・フォン・シーラッフハの誌に曲をつけたものであった。アドルノはこの曲が素晴らしい根拠は、シーラッフハの誌を選ぶことで、自覚的に、 国民社会主義的な特徴を記していること、またヨーゼフ・ゲッペルスが、ロマン主義的リアリズムと規定した新しいロマン主義の表彰化が追求されていることにあると書いた。1963年1月、雑誌、ディスクス・上でクラウス、CHR ・シュレーダーは、アドルノはミニマ・モラリアで、アウシュビッツの後では、ドイツ紙はもはや書くことが不可能であると書いたが、 ユダヤ人虐殺をほのめかしたシーラッハの死を、称賛していたこととどう折り合わせるのか、また戦後アドルノは、ナチの共犯者を断罪してきたが、自分の過去の言動については口を拭ってきたではないと、質問した。この公開質問に対してアドルノは、その論評を書いたことは、残機に耐えないが、理性的な読者ならあの論評は、新しい音楽を弁護したものであり、 善意からのおもねるとして理解すべきであると弁明した。また月刊無ークは非政治的な雑誌であり、アドルノはその論評を書いたすぐ後の1934年夏には、ナチスに自発的に協力することはやたし、内容の書くまでファシストであるハイデッカーと私を比べることはできないと弁明した。ハンナーレントは、ヤスパースワテ書館で、アドルノの弁明について、言いようもなくみっともない。 真にハレンチな点は、純ユダヤ人の中では、反ユダヤ人の彼が、あの時の一歩、ナチスの機関紙に批評を掲載したことを友人たちに、全く知らせずに踏み出したことと批判した。アーレントがアドルノに対して、嫌悪感を持った理由としては、アドルノが、ナチスに迫害されたバルター・ベンヤミンを生存中に、支援しなかったことや、アーレントから見るとアドルノは、 ユダヤ人と左翼知識人に対する配信者であったことなどが挙げられている。カール・ヤスパースもアーレントアテ書館で何たるペテン。彼を読んだ限りでは最地に富み、計り知れぬほど多くを知り、あらゆる角度からすべてを吟味しつつ、英知の最高の高みから書いているような著作にすら何一つ信用するに足るものはないとアドるのを酷評している。 アドルノのナチス機関士加担問題は1985年にアーレントとヤスパースの往復書簡が交換されてから1990年代に再び持ち出されようになった。エスペン・ハンマーによればアドルノのナチス機関士加担問題はハイデッカーのナチス加担問題に引きすべき問題であるがアドルノが戦後ナチスとナチスに加担した知識人について批判指摘だけに その知的誠実さを疑問視させるものであり、反朝廷的な倫理やラビカルな知的自立性といった、戦後のアドルノの主張のすべてを疑問視することになると論じている。日本では紹介当初から広く読まれており、翻訳も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。